こんにちは、インフラエンジニアのゆうたです。はい、今日はですね、この ACL について、3分ぐらいで説明をしていきたいなと思います。はい、ACL 一言で言うとですね、アクセス制御の一覧です。誰にどのような権限を与えているかっていう、アクセス制御の一覧のことを言います。で、アクセスコントロールリストの略称になります。はい、で ACL っていう用語はですね、主に2つの、意味で使われているかなと思いますので、その2つを説明していきたいなと思います。まず1つ目がネットワーク設定に、まつわる ACL、これはファイアウォールとかの設定もそうですね。どの IP アドレス、誰がどの IP アドレスが、どのような、権限を持っているかなので、例えばこの192.168.0 の、からのネットワークのアクセスに対しては、許可しますよ。だけど 192.168.1.0 の、ネットワークからの、アクセスは、禁止しますよっていう、そういうような、アクセスコントロールリストっていうんですかね、そういうような、設定の一覧のことをアクセスコントロールリスト、ね、ACL と言います。はい、それがネットワーク設定の場合ですね。で、もう一つが、ファイルだったりフォルダの、権限の、ACL です。はい。で、それは、例えばユーザー1が、このファイルは読み取りだけしかできませんと。で、ユーザー2は、この、ファイルに対して全てのフルコントロールの権限を持ってますとかっていう、権限の、一覧っていうのが、ファイルの権限の ACL と言ったりします。はい。なので、どちらに対してもそうなんですけれども、誰が、どのような権限を持っているか、それのリストが ACL というんですよっていう、ことになります。はい。というところで、終わりにしたいなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。